あのね、勉強時間が増えたからって勉強するわけじゃないんですよ、うん、はっきり言うと、うん、部活しながらでも1時間とか2時間とか朝早く起きるとか時間で確保できると思うんですよね、うん、武田塾チャンネル。いやみんなも学年が変わってね。そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学の入学式とか最初の授業とかに出てるか、うん、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのかと、ね、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね受験生の悩みとかね答えるこの番組は受験相談 SOS。 長谷先生、はい、今回質問ですか。今回の質問は、うん、高校3年生です、うん、部活引退してから志望校に間に合う勉強の仕方を教えてください、うん、という質問が届いてます。なるほど。ただ部活引退から間に合わせようと思うとやっぱそのこう全部ができないじゃないですか。そうですね、1年以内ですもんね。そうそうそう、はい、半年ぐらいしかない。そう、武田塾の中でも全部こなして手厚くやった人ともう間に合わないからショートカットで行くって人はやっぱいて、うん、はい、でやっぱ基本盤石でやってた方が受かりやすいとは思うんだけど、でもそうは言っても実はそのショートカットプランで受かっている人が少ないわけでもないんですよね、はいはいはい、うん、ショートカットでも有効なんですね。そう、はい、結局その実力っていう部分っていうのは個人差があるわけじゃないですか、はい、別に部活やってても偏差値60いくような人もいるし、はい、部活しかやってなかったら偏差値30代ですみたいな人もいるわけだから、まあ、それは個人個人の状況があるから何とも言えないところではあるんだけど、はい、いやまあそうですね、何か言えることがあるとしたら、うん、まあ、この春の動画の時点では多分まだ部活引退してないじゃないですか、うんうん、で部活引退してから勉強しようって思う受験生多いと思うんですけど、うん、部活しながらでも1時間とか2時間とか朝早く起きるとか時間で確保できると思うんですよね、うん、でそのもう引退してからでええねん今は部活やじゃなくて引退してから多分後悔すると思うんで、うん、今のうちから1時間2時間の勉強を確保してで引退して全力で頑張るみたいな、うん、風にしてほしいですよね。そうですね。あと夏の過ごし方も大事かもしれないですね。そうだね、やっぱり高校生現役生だと時間がないんで、うん、もう夏休み1日中時間空いてるんで、うんうん、この夏部活引退終わった夏でどんだけ勉強時間が確保できるかっていうところもポイントだと思います。意識の切り替えが本当に大事ですね、はい、そうですね、うん、あのね、勉強時間が増えたからって勉強するわけじゃないんですよ、うん、はっきり言うと部活引退の後なんか燃え尽きてまあ時間あるからとか、 なんか8月から頑張りゃいいやみたいな感じで割と遊んだりとかダラダラする子は結構いるんですけど、そこからねもう復活するのすげえ大変なんですよ、うん、もう切り替えるなら即切り替えてほしいですね。そう、はい、なので部活引退から間に合う、まあ、そもそも間に合うやり方自体は武田塾のルートをそのままやっていく、もしくは間に合わなかったら参考書削るっていうショートカット使う、うん、この辺り受験相談してくれ、来てくれれば、はい、どれ使えばいいかっていうのを教えられるんだけど、はい、根本的にはその引退した瞬間から受験生になれるかどうかが大事だと思うんですよ、うん、気持ちの面ですね。そう、はい、うん、分かりました、うん、まずね部活引退してから即気持ちを切り替えて受験生になってください、うん、はい、はい、でその前からでも受験はするんだって意識を持ってるなら引退前からね、そうですね、少しずつやっていくようにとお願いします。はい、やってください。今回の動画は以上です。大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。